お疲れ様です。お疲れ様です。お前ちょうどお前四日市かも通る。はい。四日市かも通る。今も四日市駅。はい。皆さん四日市駅って知ってるかな。まあ四日市全速で有名だけど。で1時間ぐらいかかってきたんか。1時間ぐらいですね、ちょうど。まあ会社が三重に近いもんな。そうですね、うん、どっちかやったら。今四日市まで来てるんですけど、はい、今日何しに来たかって言ったら別に駅の思い、まあ、駅の近くでなんかスナックビルで足場くんのかな、はい、今日足場くんのスナックビルで、まあ、そういうので、はい、まあ、ちょっと現場を撮ろうかなと思ってるんですけど、はい、なんか四日市が街で、ね、そうですね、ぐるぐる回ったら一回現場も行ってるんだけど、はい、実は結構飲み屋街っていうかね、はい、風俗街もあったな。風俗街ももうやってましたね、ソープランドは。ソープランドはもう5回調してましたよ。5回調して9時ぐらいだったな。回転止まってましたから止め忘れだろ。止め忘れ。まあほんと結構四日市って都会ですよ。はい、思ったよりも、俺は思ったよりも四日市は何回も来たことあるんだけど、はい、都会って昼間見ると結構全然違うっすね、なんか本当に結構都会だなぁ。都会っすよ、うん。まあちょっとじゃあ街の紹介でもしながら現場行ってみようか、すごいなんか握手待ってますな、そこら辺みんな。まじ、あ、でめっちゃみんなめっちゃいます。ちなみにカメラの正面に300人ぐらい人が見てます。すごいっすね。 YouTuber だ YouTuber だーって。はい、やばいっすね。誰も言わない今ちょっとあのカメラ回ってるんで、ちょっと後ろ行った。はい、もうこっち側行く。はい、こんな感じです。すごいっすね。うん、結構マシやん。まあ現場行ってみようか。はい、現場行きましょうか。現場行きましょうか。まあ本日はですけれども、うん、電車でちょっといい旅言うべき分みたいなね感じで。お前嘘つくなんて。お前しろしゃべる。電車行きていいかよ。いや、わかんないじゃないですか。まあわかんない、電車ってことにしとこうか。まあ現場ちょこちょこ、まあそうですね、ちょっとぶらり旅しながら行きましょうか、はい、よろしく。はい、風俗街とか行ってみようか。風俗街ちょっと見てみます。見てみようか。はい、昼の風俗街一回ちょっと見学してきますね。僕どんなもんなのかちょっと。はい、カメラ回せんだろ。しかもいないからこの時間。旦那が逆にいないからこの時間に。旦那が仕事に出勤してから、そのまま嫁も出勤しに行くセーラーズが集まる場合だったら。そんなことないから。ちょっと待って、密着バスローブキャバクラ。これやばいな。密着バスローブらしい。バスローブキャバクラだね。だってバスローブちなみにこれ逃げられない。これ写しんから、まあ、外がいいよ。60分9000円、あっちセッキャバじゃないですか、多分。セクシーキャバクラみたいな。じゃあ今日夜来るか、濃厚接触になる。いや、あのシャキンシャキンってやつ。バスローブだな。シャキンシャキンってやつあるじゃないですか。シャキンシャキン、あ、止めないやつ。すごいね、ほんと四日市結構。回転するかな。行ってみようか。はい、パクパクいただきます、これで。パクパクいただきます。やば、頑張り次第で1ヶ月100万円。食べようですかね。あ、僕でもってことですかね。ちょ、お前お前払う方。はい、お前払う方。僕払う方ですか。次行ってみようか。一方なの、ほんとだから栄えてますね。栄えとんの。あ、僕、足場の旅行ここ来ましたよ、そっちに。どこ。はい、いや、こうってないけど結構うまそうだし。そうですよ、やっぱ4日…何これ恥ずかしい出勤。これいいよね、やばくね。写真あったらさ、何これ。入輪めっちゃでかいっすね。映画大丈夫なのこれ。俺の映画じゃないですか。客待ち禁止、客引き勧誘禁止、何なのこれ。路上接客禁止、コンビキダメってことっすね。これ寿司だからやってんの、これ。昼飲み昼飯いいかかな。すごいな、もうここなんかもう出来上がっとるよな。すごいね。やば、何これ。やる、どこ行きます。あ、どこ行きます。これさっきのやつじゃない。これさっきのやつ。いや、やってないでしょ。やってないですよ。受付こちら。あ、これこっちから見たら分かる、視聴者の。うわ、すげえ。空前でやってる。行きたいですね。これやばいでしょ。顔全部モザイクかかってるし、別にモデルだもんね、いいんじゃないのみたいな。本物使ってる。いや、これがなんでこういう人がおるかもしれんっていうので、そういうのあれじゃないですか。ビルも、え、キロビルやん。やばいでしょ。だいぶやばい。悩ましでも長いだろ。悩ましああいうホテルありますからね。ああいうホテルなんか一個確かあったような気がしますけど、ね。ピノキオホテルみたいな。これも悩ましなんかいくらやってる。みんな捕まるぞ。
バイニーしかいねえだろ。お前ハーフだもん。バイニーか男しかいない。ここね、これロリータキャンパスないで、これロリータキャンパス。海物語だったらパチンコの台があるんでしょうね。ここパチンコの台がある。アイドルキャンパス、あ、ここあるじゃん。これだ。カジノ。はい、カジノ。カジノクラブ、クラブのジパング。じゃあ次行ってみよう。まあ現場もそろそろ行く。もう行く。あ、すごい、気づいてねえじゃん。ソープランドがあるじゃん。あ、ほんとだ。ソープランドなんだ。あれ絶対ソープション、ソープション、ソープション。ちょっと撮ってる。めっちゃ来た。はい、絶対撮ってます。入ってる。ちゃんと映せ、撮ってます。ちょっとちゃんと前はっきり映せ。俺腰に映せ。ズームしよう。入ってた。え、入ってた。入ってたよな。見た。これもう後ろ見てるで、お前わけ、お前って俺やらしい顔になってるやん。昼間からそんな顔すんな、お前。ほんと今日カメラマンおらんかったの残念だな。残念って。やってんの、音楽流れとるで。やってるんですか。聞こえるよ。ちょっともうちょっと近づいてゆっくり。はい、あ、こっちから回って車戻ろう。こっちから回って。すごいね、でも楽しそうだな、ここら辺な。楽しそうって言われるんだった。変な温泉街行くより、こういうところでちょっと四日市が来て1時間前で来れるもんね。そうですね。なあ、うわ、母国ですね、僕の。フィリピン、そのままだからな。日本人か、フィリピンか。ピーナだから女性ってこと。女性ですね、名はフィリピンの女性。お疲れー。お疲れ様です。ごめんなさい。はい、スナックビーです。なに、ここ、なに、足場組んで塗装全部すんの。塗装全部やります。すごい、塗装全部やって。うん、タイルやな。タイル、タイル荒いっすね。あ、荒いだっか。はい、こんな感じです。四日市の街で、ここからスプレーザーができます。長いからでいいです。この時間からやってるわけねえよ。はい、外に、まあみんな足場さんみたいに最後、まあ足場、もう一回補給止めたかありだろう。いや、さっきのあの街であるっすね。街で、街でぶらり旅みたいな感じになってますもんね。あ、撮ったね。はい、もういいっすか。リュージは、リュージと締めだけ撮ろうぜ。はい、レジ締めで。はい、本日は仕事が終わりたいと思います。そうですね、はい、結構は見応えあったね。見応えあったね。結構寝がらみ書いてしまったね。はい、結果四日市はエロいやつが多いってことは。そうですね、はい、そんなにこうあった。結構ちゃくちゃ中継2時間ぐらい裏っすよね、うん、エロい人がいっぱいおるってことですね。で、僕は明日現場来ますんで、ここね、ここ入りますよ、一日。いや、暇もやってるのかと。あ、ソープランド、しかもソープランドの前で人も入ってきます。人も入ってきます。女の子入ってきますね。はい、そんな感じです。はい。ちょっといいね。よろしくお願いします。よくわかんないですけど。まあ、だいぶ涼しくなったんで、みんな体に気をつけて。そうですね。またねー。また見てね。まあ、こういう動画楽しいかどうかだけちょっとコメントほしいね。まあ、そうですね。まあ、現場バーガーがいいのか。はい。救急車が。